こんにちは、長山です。こちらの動画ではパスワードを自動にですね、生成してくれるサイトの方をですね、紹介したいと思います。まずはですね、検索窓の方にですね、パスワード生成と入力していただけると、検索結果が出てきます。で、おそらくですね、上の方にこのように2つ出てきます。パスワード自動生成ってやつとパスワード生成ってやつですね。今日はこちらの2つをですね、紹介していきます。難しいことはないので、簡単ですのでやってみてください。というわけでですね、サイトの方、パスワードジェネレーターの方を開いたんですが、こちらはですね、使用したい文字やですね、文字数、生成、関数、強度などが、どちらから選ぶことができます。で、それが終わりましたらですね、下にあるですね、青いボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとですね、パスワードの方が生成できます。最後のちょっと乱数生成文字はちょっとわかんないですけど、このように作成できました。はい。次にですね、もう一つの方のサイトですね、そちらをご紹介します。おそらくですが、ラフトツールと読むんですかね。こちらもですね、先ほどと同じような感じですね。このようにですね、使いたい項目にですね、チェックを入れてですね、作成していただいて、最後に生成ボタンを押していただくとですね、パスワードの方が生成されます。で、パスワードデータをダウンロードっていうのがありますので、必要な場合はそちらもやってみて。はい。こちらにですね、パスワードの方が生成されました。それでですね、このサイトではですね、下の方にですね、ドラッグ&ドロップしていただくと、このように使い方の方載ってますので、そちらも参考になさってみてはいかがでしょうか。はい。というわけでですね、今回はですね、パスワード生成サイトを2つご紹介しました。そしてですね、余談なんですが、こちらですね、私の方ではですね、ロボフォームというものを使ってますので、こちらももしよければですね、有料なんですが、使ってみてください。